ジョーン・オブ・イングランドは、シチリア王・グリエルモ2世の王妃、あとに、トゥールーズ・ハクレーモン6世の妃。イングランド王・ヘンリー2世と、王妃アリエノール・ダキテーヌの参女。イタリア5名は、ジョバンナ・ディンギル・テルラ、フランス5名は、ジャンのダングル・テル。イフ・アネに、マリー、アリックス、同父母の兄弟姉妹では兄にウィリアム、若、ヘンリー王、リチャード1世、ジェフリー、弟にジョン、姉に、 マティルダ、エレノアがいる。アンジューで生まれ、母の宮廷のあるウィンチェスターやポワチエで育つ。1176年、シチリア王グリエルモ二世が大使を派遣し、ジョーンとの結婚を申し出た。婚約は、同年5月に整い、8月には、ノーリジ司教、サリー伯爵、ハメリンド・ワーレンらに付き添われて、シチリアへ出発した。ジョーンの兄二人、若ヘンリーは、ルーアンからポワチエ。 その後をリチャードが引き継ぎ、ボワチエからサンジルまで妹を護衛した。サンジルでは、シチリア王の代理人であるカプア大司教、アルフォンソ、シラクサ司教、リチャード・パーマーラと、彼女の随行員が面会した。危険の多い航海の後、1177年2月に、無事シチリアへ到着し、パレルモ大聖堂で結婚式と戴冠式が挙行された。 二人の間には1181年に、長男ボエモンドが生まれるが溶接し、後に子は生まれなかった。1189年に、グリエルも二世が亡くなると、ジョーンは、新王、タンクレーディに捕らえられた。1190年、ジョーンの兄リチャード一世が、第三回十字軍総司令官として、聖地への途上イタリアへ上陸、妹の監禁を知った、彼は、 ジョーンの身柄と彼女の持参金を返すようタンクレーディに要求した。タンクレーディがこれらの要求に対して渋る様子を見せると、リチャード一世は武力を行使し、バニャラジョーの支配権を奪った。それから彼は一冬をイタリアで過ごし、メッシーナの街を征服した。たまりかねたタンクレーディは要求を飲み、ジョーンを解放した。春を迎えた百九十一年三月、 リチャード一世の婚約者のナバラ王女ベレンガリアを連れて母アリエノールがメッシーナへ到着。ジョーンは母からベレンガリアの貢献を託され、聖地での結婚を決めた兄にベレンガリアと一緒に連れられメッシーナを出港した。ところが二日すると艦隊はひどい嵐に見舞われ、ジョーンとベレンガリアの乗船する船も破壊された。リチャード一世は被害もなくクレタ島へたどり着いたが、 二人は近くのキプロス島へ流されてしまった上、キプロスの独裁者で大使のイサキオスコムネノスに船ごと打歩され身柄は無事だったが、リチャード一世の軍資金もろとも捕らえられてしまった。リチャード一世は二人の引き渡しを丁重に要請したが拒否されたため、イサキオスを追跡し捕らえた。キプロスを占領したリチャード一世は、同チリマソルでベレンガリアと結婚し、次に、 キプロスを出航してジョーンとベレンガリアも同行、一行はアッコンへ到着した。ジョーンはリチャード一世のお気に入りの妹だった。宗教的偏見や経験差からも自由であった。彼はムスリムのサラディンとの停戦交渉中に、サラディンの弟アルイコール・アーディルと当時未亡人で、あったジョーンを結婚させ、二人をエルサレムの共同統治者にしようと考えた。 しかし、ジョーンが、イスラム教徒との結婚を激怒して拒み、検討はしてみたアルイコールアーディルも、キリスト教徒との結婚を拒絶したため、この計画は実現しなかった。あまりに大胆な提案に、サラディンも呆れたとも伝わる。同じ十字軍に途中まで参加したフランス王フィリップ二世は、当時最初の王妃、イザベルドエノーを亡くしており、シチリア滞在中に対面したジョーンと再婚したいと。 考えたようだが、これも実現しなかった。1192年に兄に先立ちベレンガリアと共に、ローマへ出港、ジェノバ、マルセイユ、サンジルなどを転々として1193年に、ポアトゥへ戻った。それから3年後の1196年、兄の対フランス政策の一環で、南フランスのトゥールーズ・ハクレモン6世と結婚、持参金として、クエルシート・アジュネが、 レーモン6世にもたらされた。ジョーンは翌1九9 7年にトゥールーズクレーモン7世となる息子を出産した。レーモン6世にとってこの結婚は三度目であり、ジョーンの持参金目当て以外の何者でもなかった。また、レーモン6世自身が統治能力にかけ支配下の領主たちと始終いざこざを起こしていた。百九十九年、第三子を妊娠中のジョーンは、 サンフェリックス・ド・カラマンの領主が起こした暴動に、夫の不在時に直面した。彼女は敵の城の攻略を命じるが、裏切りにあい劣勢となった。生命の危機から逃れるため、夫の助けが全く当てにならないと考えたジョーンは、北へ向かい、兄の保護を求めたが、リチャード一世はシャルジョ上攻略中の傷がもとで、すでに死亡していた。ジョーンは領土を巡回中の母アリエノールと再会。 悲しみと疲労で憔悴しきった娘を静養させるべく、アリエノールはジョーンをフォントブロー修道院へと連れて行った。だがジョーンは回復せず、次第に衰弱していった。彼女は出産後に生きた絵、死の床で修道所として出家した。彼女の産み落とした赤子は、洗礼を与えられた後に短い生を終えた。ジョーンはフォントブロー修道院へ葬られた。50年後、 彼女の長男レーモン7世は、母の隣に埋葬された。最初の夫グリエルも2世との間に1難を設けた。二度目の夫レーモン6世との間に2難を設けた。キリュウ、P146, イシー、P280、P298, ペルヌー、P47。キリュウ、P227、P229, イシー、P344, ペルヌー。 p101p102p116p121 キリュウ p229p231 イシー p345p346 ペルヌー p133p136p142 キリュウ p237p238 イシー p344 ペルヌー p189p190 イシ P353, P370, P374, ペルヌー、P241, P254, 石、P384, P385, ペルヌー、P264, P265, ありがとうございます。